はい、ここはですね、鬼怒川の河原です。こうちょうどね、宇治家あたりになるかな。川渡ってないから宇治家で、宇都宮かな。ちょっとね、カブママと飯食った後、河原走ってまして気持ち悪くなっちゃいましたね。で、ドラレコをですね、まあつけたんですけど、ちょっと西日で分かりづらいから、ミラーに被る感じ。これが、まあ、結構ね、画面これ iPhone 並みに、昔の iPhone5S ぐらいでかいんですけど、これはね、バックモニターついてるんで、そうですね、これがバックの画面ですね。ちなみにね、まあ一般的な話ですけど、線は、まあ、ずっとこのライナーの中に入ってましてですね。で、ちょうどここにヒューズ電源ですね。ヒューズ電源のこれはですね、シガーの部分ですね。ここから撮ってます。で、バックモニターのカメラは、まあ、こんな感じで後ろ向きにですね、ついてるわけなんですが、一応バックライトに反応してですね、まあ、要はバックモニターみたいにもなるということなんで、まあ、ちょっとね、配線仰々しいんですけど、これ後で まとめようと思ったんですが、こんな感じでですね、この上を通ってですね、一つは、まあ、電気信号がこっちですね。あとはバックライト連動でここから線を分岐させてですね、信号を取ってます。こんな感じでですね、なかなかいかつい感じがして、よいしょ。性能はですね、まあよくわかんないですけど、ドラレコですから、まあ、とりあえず撮れてれば全然問題ないんで、まあ、ドラレコが役に立つようなですね、まあ、場面に遭遇したくはないと思います。ではでは、こんな感じです。